皆さんこんにちは、高橋明です。今回は石川選手とマキロイ選手のスイングを比較してみたいと思います。スタンス幅は石川選手の方がひどいですね。線形角は石川選手の方が立ってます。ただ画像ではですね、ハンドダウンにしてますので、逆に見えます。スイングスピードはマキロイ選手の方が、速めですね。それでは石川選手のスイングを見てみたいと思います。テイクバックはほぼスクエアに近いですね。多少、シャットフェイスです。左膝が多少前に出てきてます。腰が一緒に回転しているわけですね。そして、体重移動によって腰を開いて、インパクトになってます。ハイフィニッシュ、綺麗に体が回転してます。腰なんですけれども、テイクバックと同時にですね、腰が開け始めてます。そして、体が柔らかい選手ですから、ちょっと緩みがあると思うんですけれども、ここで体重移動によって切り返しをしてます。そしてダウンスイングの途中でインパクトですね。腰が開いて、そして終わってから完全に左に体重が 100% 乗ってます。マキロイ選手はですね、ちょっとハンドアップ気味ですね。そしてテイクバックがこう中期の頃の、テイクバックに近い上げ方をしてますけれども、割と低い位置でトップですね。膝も、ほとんど前へ出ずにですね、そのまま足のキックですね、腰をオープン開いて、ボディターンで打ってます。ヒップスライドに対してのヒップ、ターンで、打つスタイルですね。そしてテイクバックの時の腰なんですけれども、あまり回さずにですね、上半身だけ捻転してから回して、非常にその、腰の周りが少ない、上半身の捻転力がすごい、柔らかい動きです。そしてちょっと浮き沈みがあるんですけれども、ここから、体重を右に乗せたままインパクトということになっています。参考になりましたでしょうか。